皆さんこんにちは,こんにちは 京都大学のの藤井聡ででございますす、えー、元総務省政策コーサンタ一、はい、大阪都構想についてねこれまでもがっつりとその都構想の協定書の中身とかそれの行政的都市計画的意味というのを参回にわたってお話ししてまいりましたですけども今までお話してきた内容はあの私の方で出版させていただいた「都構想の真実大阪市廃止が導く日本の没落」こちらの中にまあしっかりと書かれているのでまたそちらをねご覧いただければと思うんですけどそれと平行 こうしてです、ね、あの私があの編集長を務めさせてもらってまず表現者クライテリオンでも、まあ、今回大阪都構想特集を出版し をしましたえー「大阪都構想で日本が没落する」というタイトルでね <laughs> もう大阪都構想は本当に日本ダメにしてしまうよという、まあ、特集を組んだわけですけれどもその中で関東の座談会で今回特別ゲストで室伏さんにもご登壇いただいているというところで、はい、またこちらの方もねご覧いただくとあの室伏さんが語るさらにこの浜崎さんとか柴山さんとか川端さんとかの4人で、ね、座談会された、はい、この内容もぜひご覧いただければと思いますし <laughs> 私のあの対談で、えー 石破茂さんと対談をして山本太郎さんと対談をして、はい、それから大阪市議会の中で大阪市会の中でずっと都構想反対で戦ってこられたあの市長選にも出られた柳本さん北野さん。 川島さんとこの3人と僕とで提談をするとこの3つの財団談、ね、を出、ね、させていただいてますので、はい、もう本当に都構想の、ね、現,代現在の現時点での問題を徹底的に語り尽くす、まあ、そういう特集になってますのでまたぜひご覧いただければと思うんですけども今日も最終回ということで、はい、あの大阪都構想の中でやっぱりね一番のポイントって。 あのどういうところかなっていうのはこれ、都構想の大阪維新ののホームページを見るとです、ね、こういうことを書かれてて、なんか都構想何も知らないえ賛成か反対か分からないって女の子が漫画で出てきて、<laughs> 都構想すごく知って、いや、君ね、これこうなんだよってこう説明するお兄ちゃんが出てきてね、<laughs> 何を言うかっていうと、要するにね、府と死が仲が悪いと発展しないんだよ、でもね、都構想になると仲良くなってね、一緒に前を向いて発展してくれてるようになるんだよ要するるに、ね、二重行政があるから、ね、ダメなんだよ。 あそうなんだっていうくだりがあるんですけど、はい、要はその都構想で大阪が発展するっていうイメージは二重行政があるのはこれはなくなって円滑化しますっていうのが基本的なストーリーなんですね。はいこれ 嘘だとしたら、もう都構想をこうサポートする論点は一個もないんですよね、基本的には。例えば、今日はね、ここ改めて最後に、こう二重行政。はい、あるんかないんか、一体何なのかっていう話をね、はい、今日ちょっとぜひ室伏さんによると、お話を聞きたいなと。はい、はい。思うんです。けどいかがでしょうか。わかりました。 あの二重行政、二重行政っていうとね、なんか府と市があって、なんか似たような施設があってとかっていうことをね、よく騒ぎをされて、でそれでまあ攻撃攻撃をされて廃止だ統合だっていうことがこの都構想っていうものの中でこれまでずっと進められてきたわけなんですけど、はっきり言えばですね、この二重行政っていう言い方自体はこれ単なるイチャモンで事実無根だというふうに思います。なぜかというと、まあ大阪府とね大阪市っていうものが名前がね同じだからそう見えるのかもしれないんですけど、大阪府は大阪 府ですで大阪市は先ほどからくどいようですけどあくまでも都道府県並みの政令指定都市ですでその区域というのは今の大阪の区域だけですねだ形状は大阪府大阪市になってますけど、うん、ある意味その大阪府の中からぽっかりとですねあの、まあ、大阪市が。 抜けてるようなイメージですね。なる,なるほど、なるほど、本当に抜けるためには、これ特別自治市というものが、特別自治市というものがですね。うんうん、あの、地方自治法上で規定をされないとできないんですけど、実質的にはそういうふうな位置づけと。いうふうに思っていただいてもいいと思うんですよ。ね、そうですね。普通の行政は、まあ、中核市以下のところはですね。はい、まあ、大阪府というのがあって、その上に、こう、なんか乗っかってる感じですよね。はい、いろんななんとか市とかいて。だからこれで二重行政なんですけど、大阪府と大阪市の場合は、こう、ドーナツみたいなもんだってことですよね。そう,そうです、そうです。その。 真ん中に大阪市っていうのがあって、はい、そこはあの大阪市自分でやったはるそわけで、ええ、でで予想は大阪府がこうやってると、まあもちろんまあ調整はするんでしょうけど、権限が大阪府レベルなんだから、はい、っていうことですよね。だから独立してるってことですよね。大阪市ですからあの同じあのまあ要は事務事業があったとしてもですね、うん、あの別にあの二重なんじゃなくて それは大阪市向けけにやってるだ府は大阪府だから大阪市以外の他の市町村向けにやってるだけですって言ったらそれだけの話なんですよ。でただ例えば大阪市内に大阪府立○○大阪市立○○があるっていうとこれが無駄だっていうことを言われてきたわけなんですけどもこれも単なるいちゃもんなんですよ。なぜかというと今申し上げました大阪府はあくまでもある意味大阪市をぽっかりと除いた部分に対して施設をやっている大阪市は大阪市に対しての施設として設置をしている。 設置の目的はあくまでも大阪市民の利便性の向上だったりとかうん、うん、大阪市民に対するサービスの供給なんですね。うん、で大阪府は大阪府民に対する、うんえー、サービスの供給なわけです。うん、でただそれが大阪市内にあるとだからっていうふうに言うかもしれないんですけどいやそれはあの別にあの同じようなことを競い合ってやってるわけではなくてあくまでも大阪の底に置いといたら大阪府民全員に対して便利だからやってるわけなんですそれは単純に大阪市がが利便性が高いからです うん、もういろんな鉄道が入ってきてでしかもあの地下鉄もあってとっていう形で便利だから大阪府民全体の利便性を考えて大阪府が設置しているだけなんですよだからこれは別に二重でも何でもないそもそも設置の目的と対象が違うんだこれで単純に考えたら二重行政なんてないんでするに梅田に置いとけば大阪府でももやっぱ線の,の人も使えるし、うんはい 御堂筋線の人も使えるしさらと最にやった近鉄もつながりましたから阪神と近鉄沿線の人らも使えるわけですからいの人も使う,んです、ね、もうみんなみんな使えるから、ね、だから大阪府民のために大阪市にお貸して持てるってことなんですよね。20って <laughs> だからでねこの中にねいろいろと写真とか出てくるんですけどどうでしたっけあ本当ねツッコミどころ満載のこの面白いパンフレットですけどここで二重の無駄っていうふうに言うんですけどこ施設がね同じような施設を持ってきて無駄だ無駄だと言っているだけなんですよそれぞれ目的があって作ってるわけですからじゃあその目的は何だったんですかと対象者は何だったんですかということを考えてやればいいですし もし、ね、同じようなことをやろうと考えているとふと市がであれば別にふ、うん、と市が要は協議してじゃあ共同でやりましょうとかそれこそねあの事務組合を作るなり、うん、それこそあの共同出資で散策を作るなりしてやればいいだけの話でふ、うんうんね、と市が両方ともね政令室であってもあの出資するような散策ってあの大阪市内ありますよねあの、うん、要は上下分離でやっている、えーっとですね、東西線確かあれもあの他の民間企業も入ってますけど確かふと市が両方とも出資してます。 あればそういうものは普通にあるわけですから、うん、そのやり方であればいいだけの話で、うん、それは、うん、あの事業の進め方の話であって、うんうん、大阪市と大阪府があるからだから直ちに無駄が生じるなんてことはありえないんですよ。うん でさらにねもしその「ふ」と「し」が2つあって二重で仲が悪くて前に進んでいないんだとしたら <laughs>、はい、神戸市の中でも必ずこう兵庫と構想の議論が出てきてるはずだし横浜でだって横浜を潰して神奈川と構想の議論が出てきてるはずだししつこいですけども名古屋市を潰して愛知と構想の議論だって出てくるはずなんだけど <laughs> そんなこと名古屋やそんな横浜や神戸で言ったら「あおかお前!」って絶対怒られる。 ということになりますし、はいはい、でさらに言うと最近だったら熊本市がねようやく一生懸命頑張って政令指定市になって熊本県の中の熊本市が政令指定になって喜んで貼るわけでそこで熊本市を解体して熊本こと構想だなんていうそんな発想は本当はね、うん、そんなことありえないというかですね、うん、せっかく せっかく権限を増やして、うん、せっかくある意味、まあ独立の立場になったのに、独立を放棄しますと。うん、もうあの分,分割して、植民地になりますって、言ってるもんですからね、うん、ねこれね。で、これね、あの、なぜにもかかわらず、大阪市が。 ではそののの大阪と議論があるかっていうのをねこれね最近あの僕がちょっといろいろと三谷さんと前喋っててこれ名前が一緒やからみんな勘違いしてるんですよいう話を言ってるのを聞いてたその一読者というか視聴者の方がメール来てね「僕こう思うんですけど僕大阪なんですけど大阪の人はこんな感じです」と彼が言ってて「なるほどな」と僕思ったんですけど大阪市民はどうやらねあの大阪市が。 なんか都構想になったらこう大阪府全体にこう大阪都という格好で広がるイメージなんですって<ー>。だからこう大阪市がこう支配できると大阪府全体を <laughs> こうなんかそう俺がとにかく偉いんやという感じがこうあって都構想はだからこう大阪市が大阪都にこうバージョンアップするからすごい賛成してるんだと思いますよとっていうふうに言わはる。でも <laughs> 設計図見たらだって逆ですからねだって7割向こうでこっち3割で多数決で決めるんですから支配される側に行くわけでこれはねいやなんか大阪市民がなぜこれ反対賛成するのかね僕不思議やなと思ったんですけどこの大阪市民の方の声でねあなるほどとなんか大阪市を広げて大阪府を支配しに行ってはるんやなという解説でね ななるほどなんとも心理学的にはわかるような気がするんですけど設計図的には全然違いますからね <laughs> いやだからもうこれだけですよ廃止をして特別区設けるわけですから <laughs> 大阪市なくなりますから拡大もないもなくなくなるんです大阪市が。支配しに行くっっていいうのはね <laughs>、はい、ちょっとなんかいやだから分割されるので分割されて権限が弱くなるので、うんうん、支配される側になるってことです,、うん、です大阪府に。 うん、だからねあの、まあそうで一、一視聴者の方、ね、の声だから、はい,はい、いや、俺はそんな思ってんよって方もおられるでしょうけど、<laughs> もし仮にそう思ってる方がおられたら、いや、支配される側なんですよ、うん、っていうことをね、しっかり、まあ、ご理解いただきたいなと、まあ、思うんですけど、まあ、そろそろもう終わりの時間も近づいてきましたですけども、はい、この都構想、この4回にわたってね、いろいろと話をしてきましたですけども、いかがですか、この都構想についても、最後にもう一言、こう、話をするとしたらト、トータル的に。 何かこうご意見コメントをいたことするとまあもうね言い尽くした感があるというか、うん、繰り返しのことしか言えないですけども、うん、都構想っていうのはあくまでも、うん、あの都構想という名前自体が前かしであって、うん、大阪市を廃止をして、うんえー、政令指定都市の、うん、地位を放棄をして、うんえー、権限事務事業が少なくなる、うん 特別区というダウングレードですねグレードダウンをするというふうなものなんですよということが一つあるのとあとは都にはなりませんということとあとはもうだからもうほとんど地方自治法とか日本の地方自治制度を使ってなんか悪ふざけをやってるというふうにしか思えないんですがこれね総務省の役人がこれまあ下に書いたわけですよねこれ。 この書かれた方ってどういう思いで書かれたんだと思われますこれまあ上から言われたから仕方がないんでしょうねただこの案に返して言うといろんなところが持ち寄ってまして実はあのみんなの党も、うんね、私あの渡辺芳美という方の政策担当主をやってたんで、うん、まあどんじ上げてますけど、うん、みんなの党も実はこれあのみんなの党案というのをとにかく一番早く作れということで、うんうん、あの吉見さんから、うん、え知恵がだってですね、うん、これあのー、作った で出してるんですねあの柿沢水戸さんなんか中心になって作られて、うん、ですからそういったものがベースになってるというふうなこともあるのでそういったものを、ねまあ、下敷きとか参照にしつつも、まあ、地方自治長とのやっぱりこれあくまでも地方自治長に対するその特別法ですから地方自治長と相互あっちゃいけないのでそこをちゃんと見ながらまあ最終的には、まあ、あれこれ確か確保として出したと思いますから総務省としてまあ出したという形なんだと思いますその辺の辺ね。 とといいうう中にしっかりり書いてありますから <laughs>、ね、おみればと思うんですけどでね僕その総務省の方の最後の両親をこの法律の文案を見てて思ったのはね、はい、えと何条だったか忘れましたけどあの市長はというか首長は市民にこの都構想というかその特別区設置の内容をしっかりと分かりやすく説明をする義務を負うと。 書かれてるんですねうん、うん、ですから今室伏さんがこの法律を持って説明された内容を分かりやすく噛み砕いて説明する義務が市長にはあるはずなんですよ松井さんにはあるはずででなぜそれを変えたかっていうと多分ねその法律を作った方はこれ内容を説明したら賛成するやつおらんやろと思ってたと思うんですよ。で少なくともも、ね、も賛成してもええけども 少なくとも内容分かってから賛成してもらうなちょっともあまりにも僕こんな法律書かされてちょっともうしんどいわというお気持ちがあったんちゃうかなと僕はこう忖度をしてしまったんですけどね。うん いかかがですね正直ねこの改正なんかやって意味があるのかこれが本当にいいのかってことを思いながらやらざるを得ないっていう場面は当然あると思うので今の藤井先生の忖度はまはあり得る話なのかなというふうに思いますねですからぜひちゃんとね市長がこれぐらいの説明をちゃんとしてい別に賛成反対じゃないですからね事実をこれずっと申し述べてるだけなのでこの事実を知ったら まあ反対する人多いのかもしれないけど別に賛成する人もいるかもしれませんからねでもちゃんと事実を知っていただいてでかつ二重行政っていうのは実はもうなんか,前かしの言葉なんだっていうこの事実もね合わせて今日は知っていただいて、まあ、しっかり皆さんねご判断いただきたいなと、はい であのより詳しいところはですねあの都構想の真実あるいは表現者クライテリオンの室内さんもあの関東でご議論されております最新号の表現者クライテリオン大阪都構想で日本は没落するこちらをお読みいただければと思います。あの時間ももう随分限られてきてきますけども もうここで二度と戻れないですか一回潰れたら、はい、原理的に、えー、ですからもう本当にしっかり考えて有権者の方は判断してもらいたいと思いますし、その有権者の方を知っている方がおられたらその方にぜひこの動画を四回分、はい、あの紹介していただきたいなと思います。ええ、まあ我々からできるのはもうそれぐらいですね。そうですね。それぐらいになっちゃうのは本当、うん、まあ残念ですけど、ね、ただ繰り返しますけども、うんうん、もう。 あの現行規定上ですね現行制度上これもう一回出しますね地方自治法上1回今特別区にしてしまったらですねもう二度と大阪市に戻ることはできませんだから失敗したらもう一回やり直せばいいやなんて甘い言葉に乗ってはいけませんよと。 いうことは強調していきたいと思います、ねはい。そうですね。ということでもうしっかり皆さん考えていただきたいと思います。はい。いや、室さん、本当にどうもありがとうございました。二人でがっつりやったの初めてです、ね。本当で,ですね。面白かったですね。またいろんなネタで <laughs>、はい、ぜひご一緒できればと思います。<ひ>どうもありがとうございました。い,したいつも三橋ティーをご覧いただき、ありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。 そして概要欄にはさらなるお得な情報があるのでそちらもぜひチェックしてみてくださいね。